どうも今回はですね、えー、先ほどではなくて先日のアップデートで、えー、大きく話題となったあのラバーハウンドについての動画ですラバーハウンドは強いのか弱いのかまだねやっぱり皆さんちょっとまだ分かんないで、まあ、ターンホール9からまあ作れるということで、まあ、まだね、まあ、私なんかもう全然なんかもうまだまだ,まだまだですよもうネクマンも作ってないしみたいな感じでちょっとラバーハウンドを見てみましょうラバーハウンドはもう,もうダメージ 毎秒のダメージが著しく低いのでもう例えばラバラッシュとかそういうのは全く全く、まああのー、話に上がらないですねそしてヒットポイント注目すべきはヒットポイントなんですけれどもやはり5700というこのやばいやつですよねほんとやばいですから5700まあ対空砲の攻撃力が高いので、まあ、しょうがないかなというか、まあ、妥当な数字なのかなとは思います、はい、そして、えーまあ、訓練コストはレベル1で390ということでまあ まあ,まあ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 って感じですよ。まあそこら辺、まあゴーレムとそんな変わんないかなみたいな感じですね。そして登場するユニット数、登場したユニット数、これは何かというとですね、こちらを見てください。このラバ、んラバハッ、ラバハピーっていうですね、まあどういうものかというと、ラバハウンドが死んだ時にこのラバハピーが出るんですよ。まあ、要するに、あのゴーレムもあの死んだらというかゴーレムがそのダメージで死んだらなんか小ゴーレムみたいな感じで分裂するじゃないですか。それと同様に、この変なやつが、 まあラバーハウンドが死んだだけで約8体、約じゃないね、8体、ボンボンボンと出るわけですね。それでまたさらに、対空砲の時間稼ぎをすることができるということです。もう非常にね、そのもう盾として、その有名という、有名というか、まあ、役が、役の配当というか、その役が与えられてるわけですね。ということで、強い、まあ、一見ね、強いと思うんですよ、実際。実際強いと思うんですよ、その対空砲にその向かっていくので。 しかもあの、援軍の釣りにもいいですよね。例えば僕の配置ですと、えーまあ、援軍の、ね、配置が壁を1枚必ず割らないと入れないという配置になっていますね。そこで、えー、やはりその、まあこえー、まあ、アーミーキャンプしたから、まあ、この対空砲を狙って、まあ、その、援軍を釣り出すみたいなことをするんだったら、ホグライダーでいいですね。まあ、はい、そうです、そういうことになりますね、えー。まあ、そういうようなこともできちゃったりします。そして気になるですね、まあ、その、やっぱり、考察ですね。ラバーハンドの考察に。 行ってまいりましょう。え、行きましょう。うん。えー、こちらの画像をご覧ください。えー、っとですね、こちらの画像はですね、えー、クラクラ最強攻略さんのアプリ、えー、からの画像なんですけれども、えー、っとこちらは、えー、対空砲がですね上のレベル、対空砲あ上じゃないですねその左の左の数字は対空砲のレベル、えー、上の数字は、えー、ラバハウンドのレベルになっております。 こちらはですね、そう対空砲がそのレベルのあまあ、あるレベルのラバハウンドに対して、そう何発攻撃が必要になるか、何発で倒せるかという図なんですね。えー、もう見てわかる通り対空砲レベルの1の時ラバハウンドレベル1を 攻撃すする時はですねなんと71発ぶち込まないと倒すことができないということですね71発ということはもう2分ですよ2分2分間耐え続けるまあその体育砲レベル1の人なんてそんなそうそういないですけどねまあ基本的にタウンホール8だったらレベル5レベル6タウンホール9だったらレベル 6, 6レベル7タウンホール10だったら78がまあその目安となりますね私はタウンホール9なのでまあ まあ76を想定するとラバーハウンドレベル1でさえも25発そして20発耐えることができるんですね一見あ20発ということはまあ約20秒ってことですよねもうこれ一見見るとすごい強いんですよなんですけれども えー、ラバーハウンドの,その収,容収,容収,容量収容量が30ということもあってやはりそのタウンホール9だとそこでやはりラ、えー、バルガゴとか、まあ、バルーンラッシュまあバルガゴですねバルガゴをやると考えると、まあ、バルーン30で、まあ、バルーン30、まあ、ガーゴイル20ぐらいそしてその。 なんてうんううでしょうラバーハウンドってやると、まあ、そんぐらいなのかな ?60 で5で150で20のまあまあそんぐらいですねえラバーハウンドが2体入れた時に、まあ、もし1体の場合に1体を編成した場合にこちらこちらなんですけどもえ実際に村で見てみた場合にですね、えー、その1個にですよ一個になんつんでしょうラバーハウンド1体に対して その対空砲一つだととなななんかかちょっと物足りなくないですか例えば僕の村をその攻めるにしたらまあ対空砲が1234となるのでまあまあまあもしこっちから攻めるとしましょうそしたらまあラバーハンド出しますよね、えー、対空砲が倒しますそうした時にまあバルーンラッシュバルーン出して、まあ、ガーゴイル出してみたいな感じだと思うんですけれども。 あの、一体じゃなんかもったいないじゃないですか。その、対空砲一個に対してラバーハウンド一体だと、まあ、20秒近く持ちますけども、20秒持ったところを持つ意味ないじゃないですか、実際。なので、もし、え、対空砲二個、例えば、ここと、ここだですと、この金庫の位置がちょうど、えー、どっちでも重なりますよね。え、こう移動しているときに、あ、違いますわ。え、対空砲、ここの対空砲を攻撃しているときに、 この対空砲りますよね。そうした時に2個2発食らってることになるんですよ1秒間に。ということは先ほどの20発受けられるという数値はもうその半減で10発10発になってしまうんですね。なのででもそれでもすごい強いと思います僕は。えー、まあなぜかっていうとバルガコの場合ですとやはりそのもう。 レイジと組み合わせることで最強になるので結論ラバハウンドは強いですはい強いですはい強いまあ理由というのはまあ今説明してきた通りその秒数が非常に多いということですねそしてその死んだ後にその生成するラバハッピーでしたっけそのユニットがその逆にその立てわりとなって、えー、バ 黒丸さんとかねそういうのをちゃんと守ってくれるということでラバハウンドはえいますまあちょっとね、まあ、私あげてないですけどもえー、まあねエリクサーたまったらちょっとあげようかなとちょっとまあクラン戦でもラバラバガゴバルみたいなんそんな感じでねやっていけたらなと思いますということで結論ええー、ラバハウンドは鬼強いでした ご視聴ありがとうございました。